一つ目のお部屋もうね、なんかねここに来るとなんて言うんだろう、いろんなことを忘れるの。別にそんな辛い人生でもないけどなんて言うんだろう、すっごいこうリラックスできるんですよこのショップ。分かる、そういうのが伝わってるといいなと思うんだけど。はい、それではこちらのグラスなんですけれども、32ユーロと39ユーロの2つありまして、何が違うかというと、手書きのものが39で、手書きなのでなんて言うんだろう、マシンに入れ、食洗機には入れられない。でこちらはこういうのは32ユーロで食洗機に入れられます。ただガラス自体は全て吹きガラス、昔の製法で作られているので、気泡が入っています。結構だからいわゆるなんかこうほら分かる、こういうのとかが入ってるので、一応写真をお送りしてからお買い求めかなと思っておりますけれども、こういう雰囲気を分かってくださる方の方がいいかなと思っております。じゃあ一個一個ゆっくりなのでお見せしていくので、お気に入りがあったらスクショしてってください。ではコップいきますね。はい、でね、ちなみに一個一個私も貯めてってるんですよ。これ見にくいけど、これエッフェル塔見えないね。見える？エッフェル塔です。こっちシンプルエッフェル塔、こちらは手書きなんだね。これね、ああ手書きだ、本当だ手書きだ。だから39になります。でちなみにこれは、あ、これも手書きなのか、39です。はい、で吹きガラスなので2つ3つ買っていくと全部が同じ高さじゃなかったりするんですが、それがまたね可愛いんですよ。なんかこれも素敵、32です。なんかこう人間みんな違っていいんだよ的な感じで、なんかよくわかんないこと言い出しちゃった。それぞれすごいガラスにも主張、コップにも主張があるっていうの、そんな感じで使うのが楽しくなるコップです。でコップだ、あ、音大丈夫、あ、大丈夫かな。なんか今電話が鳴っちゃったから音が悪くなっちゃうんですよね。聞こえますか？大丈夫でしょうか？聞こえますか？あ、大丈夫かな？聞こえますか？あ、ありがとうございます。で、コップにす、ありがとう皆さん。でコップにするだけじゃなくて、お花入れたりとか、私は細いろうそくを入れたりとか、とにかくインテリアとしてコップだけにするにはもったいない、かわいいです。でこちらは32ですね。はい、ありがとう皆様。はい、これが、これも新発売、多分こういうのは男性にもいいんじゃないかな。バレンタインとかどう、ショコラだけじゃなくてこういうのも素敵じゃないかな。でちなみにね、これは今まだ1個しかできてないんですって。だからもし何名様かなった場合には、多分来週ぐらいまでお待たせしての発送になると思いますけど、出来たて、ボンジュールパリ。ちなみに
ここがハートのところは実際にないごめんなさい、ない道で、これさっき見たね、アムール、お正月だからね、年の初めになんかやっぱりこう幸せ、ボヌールとか、あとやっぱり今年はアミチエ、お友達との友情とか、パパ、そしてパパなんだけどなぜかアイスクリーム。あー、これもかわいい。これ昔のメリーゴーランドで、リュクセンブルク公園に今にも壊れそうなメリーゴーランドが動いてるんですよ。そこのお馬さんだと思う。フルマドマーゼル通り、これは15区にあるから、ここに15って、上に15って書いてある。ちょっと早いけど母の日、早すぎる。これメトロこれはフランス人としてはバカンスを思い出して買うんでしょうね、こういうのはね。はい、でこれはレプブリック広場、これは友情。足つきもあります。足つきはじゃあこの後ご案内しますね。でこの辺が32ユーロ39ユーロで、足つきのワイングラスの方がちょっと値段が上がっちゃいますごめんなさい。で、あのベアシュベイでマナーさんのコーナーがあった時にやっぱりこれが第一人気だったそうです。あ、太陽、あの小皿にもある太陽の形も模様ですね。見えますか。はい。ごめんなさいね。じゃあちょっと、はい、こちらが足つきになりまして48ユーロになります。でこれもあの形がね、もういろいろ微妙ですね。はい、でこれもすべて手作り吹きガラスなので、見てこの裏までに、ありがとう、今飲みました。でこれがハートが後ろについても、こういうなんかやっぱ男性とは思えない、なんかこの細かさがこのマランさんの世界観を作り上げてるんだと思うんですよね。まず48ユーロでアムール、でこれが、ジンチって言って、なんて言うんだろう、あの乾杯の言葉ですね。でサンテっていうのもよく乾杯っていう時に使いますね。でこれがあなたのためにみたいな感じの乾杯、これが友情で、これがサンテ、まあ、健康ですね。であとは足つきはアラボートルがありますね、あなたにみたいな感じで。ちなみにタカさんがなんか、私なんか何メモリーが消えちゃってるの持ってきちゃった5、6、7、8、9、10、12.5センチですね。で上の直径ね、上の直径が 7.5 センチですね。はい、であとはカラフですね。カラフの小さいので、ごめんなさい、大きいのはちょっと発想が難しいので、ちょっと今回ご遠慮いただきたいんですけれども、小さいカラフけどねって言ってもね、やっぱりねこの大きいカラフ88ユーロなんですけれども、かわいいの。これもなんかやっぱお正月だし欲しいなっていう方がいたら、ちょっと送料かかっちゃうかもしれないんですけど、厳重梱包でいけたらなとは思ってます。でちなみに、ちょっと待ってくださいね、
コップなんですけれども、コップが 180g ですので、それからだいたい 1.3 から5ぐらいをかけたのが送料となると思ってください。で、先ほどの、小皿ですね、あれも 200g、 違う、あれは 60g なので 60×100 100g ぐらいと思ってください。でカラフだったら、小さいのだったらお届けできるかなと思っておりますが、小さいのが78ユーロ、大きいのが98ユーロになります。もうかわいいの、なんか1個あるだけで食卓がなんか賑やかになる、食卓が幸せの食卓になる、そんな感じですよね。で、あとはね、もう花入れたらもう本当に可愛いの、季節折々の花を入れて何にでも本当に合うので、あとは、ノートですね。で26ユーロになります。全部写していきますね。ノートは 200g あります。でこれはもう、200g で計算していただいて OK です。でこちらは12月のインスタライブの時でもご案内したんですけれども、とにかく素晴らしい、もう横が金金パクパクで、で裏がマランさんの、梱包資材っていうの、パッケ角にも使われているマーブル模様で、裏がまた素敵なんですよ。そしてこれでもかっていうぐらいにこんな綺麗になっているんですね。で中は線なしでなっております。こちら26ユーロになります。で、だいぶマナーさん人形なくなっちゃいましたけれども、なんか画面がねおかしいですよね。19ユーロになりますので、もしどうしてもという方があればこちらもどうぞ。でこちらはね 30g ですので全然大丈夫ですね。はい、おー見えるちなみにこれはねジャックリーン・ケネディノートのエッフェル塔、はい、ノートのエッフェル塔、はい、こちらになります。素敵でしょ。私もこれを使っております。2023年のなんていうの、思いつきノートみたいな感じはい。でこちらは昔ながらのパリの印刷屋さんで作られてるそうです。であとはおすすめがこちらのキッチンタオル、35ユーロになります。でキッチンタオルっていうにしてはもったいないぐらいすっごいしっかりした生地ですあ、とんでもないです。はい、で、40センチの、四角になります。でね、こうやってちゃんとついてるのね。で40センチジャルダン・リュクセンブルグで、こちらが成功の秘訣で、こちらがマレで、これがねマランさんのパレットで、これだけねテーブルセンターとかにしたら素敵なんじゃないかなと思うの。この端っことかが素敵でしょ。マランさんが使っている色合いになります。でこちらが王様で、こちらがサンジェルマン・デプレ。お人形のルイ14世はないけどありますルイ14世ありますよ。あと2つあります。今ここにはないんだけどね、ちょっと取ってもらってるからそれをお分けできるので2つございます。こちらが猫ちゃんで、こちらが椅子になります。はい、あとはこういう時だからこそじゃないとご案内できないのがあって、秘密の玉手箱、
こちらなんですけれども、すべて手作りで115ユーロになるんですが、これね何だと思いますか？これ本なの、ね、これ本なんですよ。コレクションドリーフアスクレ、秘密の本のコレクションで、パリ・マラン・モンタゲさん、モンタゲさんの本かなと思うのですが、実はたらーん箱なんですね。すべて手作りの箱で、こうやってね全部手で金箔がついてたりと金の紙がついてたりとかして、裏も素敵で、これもすべてここにね、夢ホテルナンバリングされて、マランさんのサイン入りなので、こちらが115ユーロになります。じゃあ模様はね、だいたいあのノートの模様はすべてあったと思いますね。フランジェリーさん、お人形類ありますので、もしよかったら、はい。であとはこの秘密の玉手箱動物シリーズもございます。はい、じゃあこのお部屋ちょっと映しますので、他何かこうじっくり見たいものがあればおっしゃってください。奥にある白い猫ちゃんの顔がずっと気になっています。これ？これかな？あ、これも可愛いんですよね。あ、あとこれ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 も65ユーロのハートの、ビルポッシュ、なんか小物入れですね。はい、でこれがボンボン入れですね。このハートの持ち手どうしましょう。こちらがさせ88、これが88で、奥が手書きなので98ユーロですこれですね。ちなみにこれは12ユーロでスポンジですってスイカ、ナス、かわいい、なんかイチゴ、あ、こっちのスイカこれ見て、ちゃんと種がある、かわいいですね。こちらちなみに12ユーロだそうです。けど確かにこれしたらなんかお皿洗いが楽しくなりそう。これとうちのフェールシュバルのディッシュソープとか並べたらすごい絵になりそうな台所ですねはい、12ユーロでした。他何か見たいものありますか？あとはこれカードは、ちなみにこの刺繍のが20ユーロで、このメダルが入ってるのが 4.5 ユーロです。で、ちなみに20ユーロ、先ほど21時からの会話で、ね、何気に一番すごい皆様がこうヒットしてくださったのがこちらのメダル入りなんですが、なんと全てルルド、奇跡の水があると言われているルルドの教会のオリジナルのものだそうです。4.5 ユーロになります。ちょっと。確かに白の汚したくなくなりますね。こちらがですね、裏も書いてあるお祈りの言葉がちょっと違うので、もしよかったら見てってください。で、これが私たちを守ってね、これがイエス様で、私たちのために祈ってね、これがマリア様で、
なんかマリア様に対しての言葉でこちらがこれなんだっけ、ジョセフって工事屋さんなんだっけ、もイエス様のお父様だった人よね、多分お父さんのハートとともにみたいな感じで、これが受胎告知じゃない、なんだろう、でこれがあなたのために祈りましたっていうことが書いてあります。なんかおみくじじゃなくてお守りですね、感じしますね。はい、そしてこの刺繍のもとても素敵なのでお見せしたいと思います。20ユーロになります。かわいい。はい、ではこんな感じですかね。